再生プログラムは現在待機命令によりその実行を保留中。マザーの再開命令を待って実行に移すものとする。人類待機命令は現在どうして待機命令によりその実行を保留中。マザーの再開命令を待って実行に移す。待っていたよ、ロックマントリッカー。人類再生プログラム、やろうと思えばいつでも実行できた。だがやらなかった。なぜだと思う？私はお前たちのようにシステムに逆らうことなどできない。システムで定められたこと以外考えることなどできない。だからなぜマスターがシステムを崩壊させるようなことをしたのか理解できない。お前たちが羨ましい。私はいつまでもマスターの気持ちに近寄ることができない。同じマザーであるユーナでさえシステムから離れ自由に行動する道を選んだというのに、私にはどうしてもできなかった。だからせめてマスターが愛したお前がここに来るまで待とうと思ったのだ。マスターの意志を組むお前と戦うことに全てを委ねてよいと。ロックマントリッカーよ、遠慮はいらぬ。存分にかかってこられよ。ガガのやつ、お主のために命がけでこの私の本体に侵入しようとしておるぞ。あやつもシステムに反するのは恐ろしいはずなのにな。ガガも頑張っておるが、そう簡単に私は倒せん。前回はお主のせいで地上に封印されてしまったが、今回はどうであろうな。マスターはいつも寂しい目で私を見ていた。私はシステムに忠実にマスターに使えれば使えるほどマスターは悲しそうだった。しかしお前のおかげでようやくマスターに笑ってもらえるようなそんな気がする。セラさん、これでようやくトリッカー感謝するぞ。そんなそうよ、そう簡単には行かせないわよ。本当にこの頑固さんこ娘は。ほら、端末があれば最低限の機能は移せるでしょ。あんたの賭けに付き合ってガガは死んだの。この上あんたにまで死なれたら私寂しいじゃない。ああ、無視する気ね。
じゃあ一つ嫌な話をしてあげる。ヘブンの機能が停止したからマスターたちが閉鎖したはずの古いシステムが動き始めたわよ。あなたの元々の仕事をほっぽり出したまま死んだんじゃ、あの世でマスターに叱られるでしょ。古き神々か、まだ生きていたのだな。地上には私すら把握しきれないほどの古い施設が埋まってる。今すぐにってことはないと思うけど、そのうち独自の活動を始めるでしょうね。このまま放っておいたら一体地上はどうなっちゃうと思う？せっかくあなたがシステムを捨ててまで残そうとした人間たちなのに。どうよセラ、こうなったらマスターが残した人間たちと共に混沌の時代を生きてみない？それは面白そうだな。あら、笑うセラちゃん見るの久しぶり。あの地へ再び戻れる目処がついたら考えてみるとしよう。 あら、やっぱりそうなのね。あトリッガーどうしよう。地球に帰れなかったらあの子にお母さん返してあげれないわ。お前は本当に緊張感がないな。大丈夫ですよ。え、あの子がどんなことをしても絶対に迎えに来てくれますから。瞳を
メインエンジン点火。10秒前。準備いいですか？南南西の風風速1。影響軽微なり。ブースト圧安定してます。作業員は待機後へ避難してください。4、3、2、1、発射。目の実験も失敗か。もうダメなんじゃねえか。たった一匹帰ってきたあのデータとかいう猿から古代文明の知識を引き出したって聞いたけどよ、あんまり役に立ってねえみたいだな。人間の力で宇宙へ行こうって言うんじゃそう簡単にはいかんわい。いい線いってると思うんだがな。やっぱりこのシステムちょっと複雑すぎると思うの。基本はシンプルで骨太なのはいいと思うんだけど。でもそれじゃちょっとコストがかかりすぎるわ。既存ユニットをこう組み合わせればほらだいぶ安くつくでしょ。ここの燃料パイプを強化しとけば大丈夫かな。オッケー。だから僕が言うようにやれば簡単なんだよ。あのね、データは黙ってて。やっぱり、ガングルームはもっと小さくした方がいいよ。大は小を兼ねるのよ。今度の新型エンジンなら出力は倍以上、十分間に合うわ。だから、ギリギリの調整をしないといけないエンジンなんてダメなんだってば。そういうあなたのエンジンはお金がかかりすぎるって言ってるでしょ。安物買いの全然。ごめんよ、ロック。当分迎えに行けそうもないや。お互い苦労しますね。しかしな、ロック元気なのかな。早く迎えに行ってあげないとね。